見えたぞ怪しい影だ。聞いた聞いたぞ怪しい声だ。負けたら誰かが泣くぞ。引くなやられるみんなのためだ。頑張れ頑張れ猫めくん。だけどみんなに嫌われる。一人ぼっちの頑張り屋。猫めキックを見せてやれ。猫めジャンプを見せてやれ。僕らは君の友達だい。首長塚。雨降れば木も下、何も食べない食べないこともある。母ちゃん訪ねて西東、強く生きるさ僕だって。育ててくれたミヤさんは死んじまったもんな。でも本当によく似てる。頭にかぶっているんですもの。だったらお姉ちゃんだっておかしいよ。丸太の橋をその下駄で渡ろうとしたんだもの。あら、そうね。さあ、僕におぶさるといいよ。僕もちょうど橋を渡っていこうと思ってたんだから、さあどうぞ。でも大丈夫かしら。僕なら心配しないで。こう見えても力持ちなんだから、さあ早くしなよ。誰も見てやしないから。本当に大丈夫かしら。心配ないって。じゃあしっかり捕まって。よしやった。ああダメだよ、背中でそう暴れちゃ渡りやしないじゃないか。どうもありがとう。おかげさまで助かったわ。そんなに言われると僕困っちゃうな。ありがとう本当に。死んだはずの育ての親ミヤにあまりにも似ているその面差し、母が恋しい猫目小僧の心に広がった波紋は、果たして温かく彼を包んでいってくれるのだろうか。雨はいつしか止んでいた。よいしょ。覚悟は決まったか。首長様。首長、この機械なやつは年を経たトカゲの精が妖怪となったもので、好んで人を食べ、口
から陽気を吐き出し、これに触れると植物は枯れ、動物は体の自由を失ってしまうという。ノマクサマンダバサラダノマクトウラカノオトラヤセンダマカロシャナハブラヤノトラヤ。様のたたりで生贄になった村の娘はこれで三人目だな。ああそうだ、これでたたりがなくなると映画先月も頼んだ神主さんが帰って首長様の怒りで食い殺されちまっただよ。なんだろう、この一年というもの、すっかり村さあ錆びれちまった。痛め痛め、まったくだもんだ、ノーマクさんもんだ、バサラダノマク。それにしてもあれからもう三年、一年に一人ずつとはむごいことだった。娘たちがかわいそうで無理見かけに顔だな。アムカは人間ではない。おお。お前は首長の手先。ほんまに。約束の日は明日だ。様子を見に来たか。いいか。それ。うわ。この野郎。まだガキャリ。ぶっ殺してる。殺せ。おお、あっちだ。これ。僕は何もしないし、何にも知らないのに。サッチ、さあ早く家へお入り。サッチ、でもお水がまだ。いいから、いいから早くお入り。入ってるだけでいいんだから。君が悪いこと、変なことが起こらないといいけど。さあ早くお入り。毎年今頃になるとあの嫌な声がしてくるわ。村のどこかのうちに今夜また白羽の矢が立つ番だわ。うちでなければいいけど。何か食べ物にありつけないかな。ん？やった。あれ。今夜は私の番かもしれないわね。おい、しずい。あの人だ。何をバカらしいことを言うんだ、お前は。私、今日お宮様にお願いに行ったの。もし今夜生贄のお告げがうちにあったら、どうかお父さんを守ってやってくださいって。うん、だって私がいなくなったら父さん一人ぼっちになってしまうもの。いや、そんなことはない。今夜もきっと白羽の矢はよその家に立つに決まっている。でもいつかはきっと私のところへも順番が回ってくるわ。ああ、なんてことだ。首長のたたりが始まってもう二人も生贄に取られてしまった。毎年一人ずつ。いっそのこと白羽の矢が立ったら二人してどこかよそへ逃げてしまおう。ダメよそんなこと。そんなことをしようとした留蔵さんのところはとってもひどい目にあったでしょ。ねえお父さん。いいの、私はもう諦めているんだから。ただ父さんが心配なの。一人になってしまうでしょ。いや、
お前が生贄に決まったらわしは死んでしまう。生きていても仕方ないもんな。どうした？すずどんなやつだろう、首長って。でも僕には関係ないさ。猫目小僧は心の中でつぶやきながらも、静江があまりにも育ての親の宮に似ているもので、なぜか哀れさが湧いてくるのであった。母ちゃん、どこ？母ちゃん。まだ見ぬ母の思いが霧のように広がっていく。その子はまだボンボンだね。いくらお腹が空いたって、お地蔵様のお供え物に手をつけたら罰が当たる。さあ、これをお食べ。わあ、お地蔵さんにお供えしようと思って持ってきたんだが、生き地蔵さんの方が先じゃ。ありがとう。ないのに苦労しているんだね。おいしいかい？うん、とってもおいしい。食べるなら食べる、話すなら話すと、どっちかにしなさい。ごめんなさい。そら、慌てるからさ。この村も今ではすっかり寂れてしまった。どうして？4年ばかり前じゃ、この村外れに鉄道が通るって、その工事で村の衆が日雇いに出た。その時な、首長の塚を崩してしまったのじゃ。しまった。その時から首長が村に災難を振りまいてるのか。そう、村の人たちが何回作り直しても塚は崩れてしまうんじゃ。首長封じの石をどっかになくしてしまったからさ。その石というのはな、昔縁の行者という大層な陰陽の行者様が、それにありがたい呪文を自ら彫り込んで、首長のやつをあの塚に封じ込めなさって、その守りにして置かれたものだが、大方砕かれてしまって、今では線路の敷石になってるかもしれんて。白羽の矢が刺さってただ。お父さん、首長封じの塚が壊れてからというものは、
首長のたたりだとして村の衆はなんとかならないものかと思っていたとき、首長から村の娘を毎年一人ずつ生贄に差し出せば暴れないと言ってきたのでな。みんな寄って相談した末にの、それから毎年かわいそうに娘が一人ずつ。どこからやってきたの、その首長のやつは。言い伝えではな、天竺の方から来たということじゃが。天竺？インドのことさ、今の。でも本当はどこから来たのか。へえ。とんでもないやつに見込まれたものさ、私たちは。おばあちゃん、よそ行ったら。いや、この年になって命は惜しくないし、この通り目は見えないしな。じゃあ僕が連れてってあげるよ。命は大切にしなくちゃ。うちの孫も生きてたらきっとそう言ってくれたよ。おーい、白羽の矢が立ったぞ。ヤブの流動のうちだ。やっぱりな、今度は静江の番か。うちの石はどこだろう。石は見つからないな。ないな。やめたっと。バカバカしい。母ちゃん、なんとか富士の石を見つけなくちゃ。お父さんのことよろしくお願いします。しずちゃん、分かってるよ。しずい、しずい、流動さんったらもう。しずい、行かねえでくれ。頼む。ダメだって、流動さん、村のためなんだから。さようなら、お父さん。しずい。知るもんか、誰が首長に食べられても。しずい、行かねえでくれ。ダメだ、龍蔵さん、村のためなんだから。しずい。僕はただここを通り過ぎただけ。母ちゃんを探しに旅をしてるだけだもん。親父は死んだのに。やっぱり貴重あいつ小僧、雪崩招きをどういうふうに片付けたんだ。どうだっていいだろう。お前から先に地獄へ送ってやる。死んだ親父がお前を見て喜ぶ。え、ごめん、待て。お前みたいなドジな奴になんか捕まらないよ。
にしてもよかった、うん、これで村も平和になるな、龍蔵さん。そうだそうだ、ありがたいこっちゃ。はい、働きだ。猫目小僧の心はなぜか冷たかった。人を救った喜びはあったのだが、所詮自分は人間社会に入れないのであろうか。猫目小僧の心は冷たかった。振り返るな猫目小僧、きっと明日は良い日が来る、お前と母のための良い明日が。誠の母を探し求めさすらう猫目小僧、人間の世界からも化け物と見放され、冷たい目で見られる猫目小僧は蛇が好きな少年達夫君と友達になった。ところがその達夫君の家には蛇の化身妖怪ジムグリが取り付いていた。ジムグリと猫目小僧の対決、次回対決恨みのジムグリ、お楽しみに。